おはようございます。 TZ48 代表の桂田源太郎です。こちらのライブご覧の皆様は8月31日朝6時10分を少々回りました。それから YouTube TZ48 源チャンネルをご覧の皆様は同じく8月31日午前中です。こちらの Facebook ライブが終了後にそのデータをどっこらしやったー、はい、そんな感じでどっこらしょ言わんでもいいんですよ。ポチッと押すだけでいいんですけどね。はい、アップロード YouTube の方にいたしますので、まだ未だに同時中継ができていないという状況ですので、少々 YouTube のね、ご覧の皆様には、時差が生まれておりますが、よろしくお願いいたします。 TZ48 は視力障害者が中心に運営する飲食店企業に向けて活動している団体です。もうご存知ですね。 TZO ただの全盲のおっさん、私桂田源太郎、生まれつき全盲の、全く目が見えないことを全盲と言いますが、少し目が見える視力に障害がある方のことを弱視と言います。はい、覚えておいてくださいね。はい、生まれつき全盲、全く目が見えない私桂田源太郎が立ち上げた、48歳の時に立ち上げた団体、それが TZ48 でございます。こちらの TZ48 を応援していただきたい、見守っていただきたいという気持ちで、ファンクラブアットマーク TZ48 という非公開グループを Facebook の中に設置いたしました。はい、いたしております。はい、こちらメンバーただいま381名、400名が少しずつ見えてまいりましたよ。皆様のおかげです。さらに、皆様にはポチポチとご入会いただければなというふうに思います。無料ですのでね、遊びに来てくださいね。気楽な感じで、もうわしょうもないわって後でやめてもらってもいいんでね、とりあえずポチポチ入ってきていただければというふうに思います。それから、こちらのライブご覧の皆様、スポンサー様のお名前の下 URL が3行ございます。こちらがお友達が、出版した電子書籍の宣伝となっております。はい、その一番上の URL、 こちらが、僕の活動拠点大阪本町地下鉄15番出口出て徒歩100歩のコンセントカフェオーナー村井純一さんのご著書、ご縁で逆境をひっくり返せ、人と人がつながったら絶対世の中おもろなるというご著書のご購入ダウンロード URL でございます。よろしくお願いいたします。はい、吉本さんおはようございます。加藤さんおはようございます。あ、豊橋にいらっしゃるんですね。加藤さんおはようございます。あ、ミニーちゃんおはようございます。川上さんおはようございます。髪型ワイルド、ありがとう。あのね、今日起きて、いつも5時半に起きるんですけど、5時半起きてすぐ、もう なんかね夜にね風呂入るとダメなんですよ。なんかね、風呂入るとなんか目が冴える体になって、なんかおかしいんですよ。だから風呂入ったらパチってなって寝れんくなるんですよ。なのでもう明け方に起きた時にお風呂とシャワーとしようかなっていう風にもう習慣づいてまして、朝起きてさあコーヒー沸かして風呂入ろうかいなと思ってたら、うちの息子が先客で入ってまして、さすがにね、あのもうええおっさん同士なんで二人で入るわけいかんのでね、ちゃんと赤ちゃんの時は入れましたよ、息子ね。こうやって片手でね支えて入れましたけど、今でもね、もう大学1年なんでね、一緒に入ろうちわけいかんので、息子が出るまで待ってたら、風呂入って出てきたらもう6時やったんですよ。でギリギリやー言ってわさーって手でわさーってしたまま出てきたんで、それが髪型ワイルドの原因でございます。沢子さんおはようございます。はい、で、今日もね、なんかねネタを一個持ってこようかなと思ったんですけど、この間ね、うちの友達でありこちらの、TZ48 の、役員というか、主要メンバーでもある、お友達がね、話題を一個別のというか LINE グループの方でね、その人がやってる LINE グループのとこで
話題を一個提供してはったんですよ。マッサージのお店してはるんですけどね、彼がね。で、話題で外国の人を訓練で、外人の人で長いこと、日本に住んでんねんけど、日本語難しいと。結構喋れるけど日本語難しいから、これとこれってどういう意味がちゃうねんっていう話を提供され、問われたらしくて、で、これ答えられへんかったわみたいな、皆さんどう思いますかって言って、まあ調べれば済むことなんですけど、将来と未来の違いがどっちをどう使うのって言って、外国の人は英語やったら同じフューチャーやんかっていうことをおっしゃられたみたいなんですよ、お客様が。で、はぁ、なるほどなぁと。ほんで、僕ね、なんか、パッと考えて、その、LINE のグループに投稿したんですよ。未来ってなんか万物、なんかもう、例えば、建物とか、諸現象、科学の技術とか、なんやろ、動物とか、全部に使える広い意味が未来なんかなって。で、将来っていうのは、将来社会人になったらとか、人に対してとか使うこと多いじゃないですか。ねえ。まあ、将来のこのマンションの姿って、将来ってあまり未来のっていう建物とか言った方がしっくりくると思いません？未来のこちらのマンションの姿はどうなっているのでしょうかとかいうふうに。未来ってなんか、事物に対しては未来使った方がええんちゃうかなと思ったから、いや、広いなんか何にでも誰にでも目標物が、主語が何であっても使えるのが未来で、で、生き物限定が将来ちゃうかって言ったんですよ。だからどうもちょっとね、それも違うみたいで、なんか将来っていうのは近い、未来と将来比べたら時間軸的にもうどっちとも同じこと、同じ現在より後のことを言うんですけども、将来の方が近いんですって。例えばまあまあまあ感覚的には僕らが生まれてから死ぬまでのまあ80年スパンとかもっとそれより短いとかで、未来言うたらもっとグワーンって遠いことを指すんやみたいなこととかね、福祉みたいな使い方できんで、将来飲食店を起業しますって言うけど、将来視力障害者が中心に運営する飲食店企業をしますみたいに、将来はこうなんかなんていう言葉を要約する意味で言葉にかかっていくことできるけど、未来はできひんって、文法的に未来飲食店起業しますっておかしいでしょ。だから将来と未来ってね、そういうなんか違いがあるんやって言って、ざっくりパッて調べたらそんな感じでした。面白いですね。あ、いいこと言うな加藤さん。あ、青山さんおはようございます。青山さんじゃない、加藤さん、詩人やな。おー、現実的なのが将来、夢があるのが未来。これなんかあれやね、なんかパクロかな何をパクんねん。作詞とかたまにしたりするんで、パクロかなこれ。ええー、な、このフレーズ。へえ、なんかロマンティック。ええー。でね、なんか、あれとかって、でもほら、そうしたらほら、なんか言葉を気にしていくと、ニュースとかでいろんな言葉、報道関係で出てくるじゃないですか。なんやろ。じゃあ皆さん、あれですわっていう、話ありませんか。これとこれの違い分かります、分かりますかって言って、なんかなんやろな、なんやけな、保護されたと発見されたとかよう聞くでしょ。なんかニュースで行方不明だった誰それさんを発見しましたとか保護しましたとかで、なんかなんやっけ、ちょっとうろ覚えなんで、ちょっと間違ってたら、間違ってること言うな。な、発見やったらもうなんか、生死問わずというか、むしろなんか、ま、残念な結果も含めてという、なんか、
ほう。あ、近い将来、遠い未来。川上さん、あ、栄東が交換になる？ほう。そうそう。そうそう、それやねん、加藤さん。保護と発見ね。で、今日もなんか、でも、外国の人とか難しいよね、絶対。なんか、なんか、その事件に関して、関与をほのめかしています。なんか、日本語的には、いや、俺、やってないとは言えやんな、みたいな。うん、その現場おったしな、現場おったよ。現場おった。とか、これなんか、匂わすこと、ほのめかすって言うんですけど。これ、英語でどう言うんやろな。なんか、難しいよね、絶対。なんか、日本語って一番難しい気がするんですよ。なんかね、でも、アルバイトの、なんか、コンビニとかの店員さん、めちゃめちゃ日本語うまいもんね。びっくりするよね。どこで覚えたんっていうような感じで。よいしょ。だって、英語、たかだか、ね、A から Z までの文字の組み合わせで作られてるんでしょ？日本語って、ひらがな、カタカナ、漢字って、どんだけ組み合わせ多いねんって感じですやん。方言あるしね。まあ、英語にも、まあ、スラングとか地方の訛りとかいろいろ、あるんでしょうけど、日本語ほど、ひどくないで。琉球というか、沖縄の人本気で喋ったん分かれへんもんな。向こうの言葉。ウミンチュの方々の言葉。ほんま分かれへんよ。もう全部喋ってって言ったら。沖縄のね、出身の人とか知り合いいてますけど、喋って沖縄弁って言ったら、もう、標準語のかけらもない時ありますもんね。だからその、日本語マスターできる外国の、多分、働かなあかんとか、ここで生計立てなあかんとか、本気度があるから覚えるんかもしれへんけど、すごいわなって、それ考えたら、ね、ブラインドテニスとかで海外飛び回ってた時期があったんですけど、全く英語、ダメですね、もう、ヘルプミー言って、I'd like to eat なんとかとか、I'd like to go なんとかとか言って、そればっかり使ってましたからね。ま、でも逆に言ったらそればっかりでもなんと、こんな俺でもなんとかなる、外国っていうところにしか行ってないんですけども。はい。今日は、とある、LINE グループへの書き込み、その LINE グループの管理人の人からの書き込みを受けて、あ、俺も、川上さん。英語ね。先生嫌いやて、うの？あ、言うな、名前出すなって。そう。川上さん先輩なんですよ、うちのね。言うたら、多分この先生って言ったら分かると思うんですけど、今言って、チラッと言ってしまいましたが。はい。津軽もね、津軽弁もやばいよね。そうね、日本語難しいけど奥深い。そうやね、日本語ってやっぱりなんか、表現方法が豊かですよね。なんか豊かで奥深いですよね。はい、では皆さんのお名前を振り返ってお別れにしたいと思います。吉本さん、加藤さん、ミニーちゃん、川上さん、沢子さん、青山さんの皆さん、お読みしたかね。あははははは、高校の時の M も嫌いだったって。座布団持ってる人？
川上さん。いいな、なんか、同じ学校の、なんかね、盲学校、今、視覚特別支援学校って言うんですけど、そこってね、極端に言うと幼稚園ぐらいからずっと高校で専門学校まで、マッサージの専門学校までずっと繋がって一個の校舎の中にあるんで、中学、高校、小学校、中学校、高校っていう話したら、5、6年スパンぐらいまで空いてる人でも、大体同じ話題についていけるんですよ。なので今、川上さん、桂田の先輩なんですが、今共通の英語の先生の話題でちょっと、盛り上がりかけました。はい。それでは、また明日元気にお会いいたしましょう。今日も一日安全運転で健やかにお過ごしください。 TZ48 現チャンネルをご覧の皆様はよろしければチャンネル登録お願いいたします。それではまた明日元気にお会いいたしましょう。 TZ48 代表桂田源太郎でした。バイバイ。